神奈川県平塚市で26日夕方、トラックに観光バスが追突する事故があり、バスの乗客ら15人が病院に運ばれました。26日午後4時ごろ、平塚市内の小田原厚木道路上り線で、故障のため停車していたトラックに観光バスが追突しました。この事故でバスの乗客ら15人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあり、命に別状はないということです。現場は平塚インターチェンジの手前で、観光バスには113人と運転手、それに添乗員が乗っていました。警察は事故の原因を調べています。